もう3ヶ月前になるんですけど、8月に福岡に行ってきたので Vlog にします。皆さんの参考になれば嬉しいです。ザ・太宰府に行きます。駅が古風で嵐山の駅みたいでした。駅から太宰府に行くまでの道のりはまだ朝9時だったのでお店もあまり開いてないんですね。太宰府到着しました。右側に案内所とお手洗いがありました。綺麗でした。門の奥には御神牛と牛の像があってすごく並んでました。で一人で並び行きはなかったです。牛の横を通ったらこんな感じでした。緑に赤が生えててとても綺麗でした。想像以上に登ってみると橋が高くてびっくりしました。ここで気づいたんですけど、周りが韓国人、中国人ばっかりで、太宰府なのに海外に来てる気分になってました。この奥が本殿で、その手前に風鈴がたくさんあります。太宰府の中には梅のマークがたくさんあって、ここにもあります。かわいいです。本殿に入っていきます。門をくぐるとすぐに、屋根の上が緑に覆われているのに気づきました。こういうのを見るのは初めてだったのでとても素敵だなと思いました。本殿の周りは建物に囲まれていて、お守りやおみくじが買えました。参拝を終えた後、水みくじというものがあったのでトライしてみました。結果はいかに？大吉でした。やったー。これ水の中だと文字が結構見やすいんですけど、これ水から出してしまうとあんまり文字見えなかったのでちょっと残念でした。そして奥にもちゃんと結んできました。バナ木がたくさん生えている山を見つけました。この後は本殿の手前にあった風鈴をまた通ってきています。この日本当に気温が高かったんですけど、この風鈴の音のおかげで体感気温が下がったような気がします。綺麗でした。ここはどこの堀か忘れちゃったんですけど、中に亀かスッポンかいたのでちょっと撮ってみました。太宰府を出たら、太宰府と駅の間の通りのお店がだいぶ開いていて、太宰府で有名な梅ヶ枝餅というのをトライしてみようと思います。だいたい5分くらい並んだと思います。ゲットしました。中はこんな感じで生地がピンクっぽい色でした。お店のカウンターの奥にこういった食べれるスペースがあって、ここの角をゲットして食べていました。お水も無料で飲むことができて、冷房も効いていて、とても快適でした。ここに飾られていた絵なんですけど、梅ヶ枝餅の起源と言われる麹飯のもてなしで、伝統のあるお菓子だと知ってびっくりしました。ちなみに私が訪れたのは傘の家というお店でした。傘の家の近くに有名なスターバックスもありました。ここは明太子専門店なんですけれども、こういった明太子の缶詰を初めて見ました。お昼ご飯予約してるんですけど、待ち時間の間にキャナルシティにやってきました。夏の時期だったのでこういったウォーターショーがちょうどやっていて、下に子供たちが集まって水を借りに行ってるのがとても可愛かったです。ここがランチのお目当て、ウオデンにやってきました。私10時半くらいに予約したんですけど、11時半くらいに着いて、そこから2時間くらい待つような感じだったので、もう皆さん予約をちゃんとしていってください。何時間も待ってやっとこの子に巡り合いました。めっちゃ美味しかったです。本当におすすめです。
してこんなウオデン明太いくら卵焼き丼シールももらいました。この後は福岡アジア美術館の方に向かっています。ここではこの期間絵本の展示会っていうのをしていて、絵本大好きなのでちょっと福岡あまり関係ないんですけど行ってきました。入場するとすぐにオズの魔法使いのコーナーがあって、私保育園の時にオズの魔法使いのお遊戯会したので、すごく思い入れのある作品なのでとても幸せな気持ちになってます。私が演じた西の魔女です。ミッフィーのコーナーもすごく可愛くて、うさこちゃん美術館へ行くっていう実際にある絵本の中に出てくる作品をこう展示しているというような感じでした。とても可愛かったです。第一印象抜群の可愛い子を見つけました。その奥にはこういったミッフィーの絵本が並んだコーナーがあって、みんな読み聞かせしていてとても可愛かったです。ここは押し入れの中の冒険のコーナーで、どんどん聞こえているのは今右手に見えてくる押し入れの遊具があって、ここで子供たちが遊んでました。ここは空豆くんのコーナーで、左に見えているベッドにみんなが寝転がっていて、もうそれが本当に愛おしくて可愛かったです。ここに空豆くんいました。こんな感じ。あとはここは100階建てのお家のコーナーで、いろんな作品が並んでいました。この絵本展は17年間毎年あったみたいなんですけど、今年が最後ということで、すごく大勢の方が駆けつけていったみたいです。私はそんな最後の年に見ることができて本当に良かったです。絵本展の横でアジア現代美術展というのをやっていて、そこも覗いてきました。でこの作品実は全部毛糸の編み物でできていて、とっても感動しました。他にもいろんな作品が展示されてたんですけど、あまり現代美術に馴染みがなかったので、こういった触れる機会があってとても面白い経験でした。美術館を出た後、彼氏と合流してラーメン巡り行きます。まずは一無人というお店で豚骨ラーメン食べました。本当は花犬カップルさんみたいにじゃんけんでラーメン食べる人を決めて、それでどっちが先にギブするかっていうのをやりたかったんですけど、2人とも食いしん坊すぎるので一緒に食べることにしました。ここのラーメンめっちゃ美味しかったです。彼氏はスープをほとんど飲み干してました。まだ1軒目なのに。この後天神の方までやっていきました。博多ラーメン博多屋というお店でラーメンを食べていきます。ここはなんといっても300円以下でラーメンを食べれることに驚きました。ラーメンはこんな感じです。スープの色が少し薄いなと思ったんですけど、ソースなどを入れていて自分の好みにカスタマイズしていくようなラーメンです。ラーメンのタレとコショウ入れて食べるとニンニク好きやったらニンニク入れる。ラーメンのタレ濃くするんやった、うん、これは後で。お次は3軒目一層というラーメン屋さんに来ました。めっちゃ並んでました。1時間くらい経ってようやく店の入り口まで来ることができました。さっきのお店とは一転、スープがとても濃いお店でした。実はこれ夜ご飯だけで3軒目のラーメン屋さんなんで、もう正直1時間くらい待ってお腹休憩みたいな感じでちょうどいい感じになってたんですけど、もうさすがに3杯目なんでめっちゃお腹いっぱいになりました。ごちそうさまでした。美味しかったです。
2日目なんですけれども、まずは今日は福岡に遊びに来てる韓国人の子とチームラボに行ってきます。もう早速なんか滑り台とか、上にジェットコースターみたいのも見えますね。ドキドキ。到着しました。福岡のチームラボはスマホでこの動物を捕まえるみたいなゲームをするんですけど、それがめっちゃ楽しかったし、このなんて言っても映像がほんまに綺麗すぎて、夢の国に来てるような気分になりました。携帯のアプリでこの映像に映ってる動物たちをこう見つけるみたいなゲームだったんですけど、次の映像で説明します。この弓矢をこの見えた動物に向かってこう発射して、それをこう図鑑に集めれるっていうゲームなんですけど、本当に聞いたことないような名前の動物ばっかで、それもすごく面白かったですし、この集めた動物をこう捉えた動物をこう結局の後にこう戻すんですね、その自然界に。あ、これ捕まえたやつです。でこんな感じでいろいろ情報見れるんですけど、集めたら返すっていうのもなんかすごく地球環境を守るっていう、そのこのチームラボのこのメッセージも込められてて、すごく素敵だなって思いました。わー感動してない。もつ鍋を食べに来ました。前に韓国行った時も思ったんですけど、韓国の子たちは乾杯のインスタのストーリーを撮る時に、この引きからこう、こういうのでブーメランでこう作るっていうのが流行ってるみたいです。もつ鍋来ました。わー、めっちゃ念願だったので嬉しいです。全部食べ終わってから、このリゾット雑炊みたいな感じで食べたんですけど、これもめっちゃ美味しかったです。一富士というお店でいただきました。ごちそうさまでした。次は締めに有吉商店というラーメン屋さんに行きました。運よく1階のカウンター席に座れたので、この目の前でラーメン作ってるのを見ることができて、もうめっちゃよだれ垂らしながらガン見しちゃいました。すいません。ここの看板メニューが担々麺っぽかったので、私は担々麺食べたんですけど、彼氏が食べてた豚骨ラーメンが過去一で一番美味しかったです。帰りはチャリチャリというシェアリングで、ホテルまで戻りました。夏の夜風が気持ちよかったです。さて本日3日目は、レンタカーを借りて糸島まで行ってきます。まずは白糸の滝にやってきました。この日はほんまに暑い日だったんですけど、ここだけ本当に体感気温マイナス5度くらいでした。ここでは流しそうめん体験をします。韓国人の子たちは初めての流しそうめんだったみたいなので、
もう日本の文化をちょっとでもこう知ってもらえたらとても嬉しいし、もう楽しんでくれたみたいなのでとても良かったです。流しそうめんだけじゃなくてこういった川釣り体験もできるみたいで、とても家族連れの方たちが楽しんでました。この後は海鮮丼を食べてアイスクリームを食べました。めっちゃ美味しかったです。お腹いっぱいになった後はなんかトトロの森に似てるって言われてる森公園にやってきました。ここでなんかインスタ用の写真とか撮りたかったけどちょっと人多すぎて難しかったです。15分ほど山を登ったらこんな景色を見ることができました。かっこいいね。え？滝がかっこいい。移動中は基本的に韓国の歌を流してました。私も K-POP とか結構よく聞くので全然楽しかったです。なんですけどみんながこう韓国語で会話、彼氏も韓国語喋れる人なので韓国語でみんな会話するときに本当なんかノリだけで会話ついて言ってました。韓国人の友達が結構たくさん私もいるので韓国語を喋れるようになりたいです。勉強します。次は糸島の有名な鳥居にやってきました。博多に戻ってきてからはこの朝山という鉄板焼き屋さんで夜ご飯を食べました。かなり韓国でも有名なお店らしくて席が5テーブルくらいあったのかななんですけど私たちのテーブル含めてもう韓国人しかいなくてめっちゃ驚きました。その後は本当にラーメンの締めで一蘭にやってきました。福岡来てラーメン5杯目です。さすがにいかつい。一蘭の前の通りのきらめき通りっていう名前がすごく可愛いなと思いました。そして1時間ほど並んでやっとこの箱の一蘭にありつけました。わーめっちゃ美味しかったです。もう溢れこしながらお腹空いてきました。そして次の日の朝に関西の方に戻っています。初めてのアフレコでとても拙いところあったと思うんですけど最後まで見てくださってありがとうございました。今後も Vlog どんどん更新していくのでいいねとフォローよろしくお願いいたします。ありがとうございました。